今回は運命が好転し人生がうまくいくの第294回でリクエストにお答えして神賀茂神社を取り上げます。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで神賀茂神社ですが、この神社は京都府京都市北区神賀茂本山というところにあります。なお正式名称は鴨分け雷神社です。ここもすごく良いです。ほわーっとして心の底から、無意識の底から癒されます。変なものもすっといなくなります。御祭神は鴨分け雷の狼様で、ご利益は小災厄除け、開運、鬼湯、死湯、河川守護、農事守護、産業守護、方位除け、八方除け、雷除け、必勝、電気産業守護となっています。それではまず最初に神賀茂神社のご利益のエネルギーです。終わりました。次は鴨分け雷の狼様のご利益のエネルギーです。
わりました。次は節末社のご利益のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。